宇宙、天の川銀河、太陽系、第三惑星、地球、日本の東京に住んでいる、スイカメです。本日の動画は、こちらスイカメちゃんと、日本語遊びの動画だよ。カタカナ、読んで、覚えて、書いてみようラ・リル・レ・ロ。 皆様ごきげんよう、スイカメです。はい、今回はですね、カタカナ、ラ、行、ね、ラ、行をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では早速、ね、ラ、行を読んでみたいと思います。よろしかったら一緒に行ってみてください。はい、行きますよ。まずはここです。これ、ね、これが、ラ、ラと読みます。はい、行ってみましょう。 らですね。はい。次です。今度は、り、ね。りと読みます。はい。りですね。次です。はい。こちらは、る。はい。ると読みます。はい。るですね。次です。はい。これは、れ。はい。れと読みます。レ読めてるかなはい。最後です。こちら。 ろ、ね、ろと読みます。はい、ラリルレロ、読めたでしょうかではね、次にね、こちらの絵をあ、あ、絵の名前ですね、を当てるゲームやっていきたいと思います。はい、行きましょう。まずこちら。これは、らから始まる動物です。はい、らから始まる動物さんです。さあ、なんでしょう ね。これは有名なやつですね。有名な奴。多分分かってもらえる。ね。オスはこのね、縦紙っていうのがありますね。はい。百獣の王と言われていますね。えーとね、こちらの動物さんはね、メスが狩りをするという特性があります。はい。正解です。こちらは、ライオン。ね。ライオンさんでした。分かったかなはい。今度はこちらです。ね。これ、この子は、リ。 リから始まる、こちらも動物さんです。はい。リから始まる動物さんです。さあ、何でしょうこれね、木の実持ってるんです。木の実、どんぐりかなはい。ね、木の実とかが好きなんですね。これ、小さい動物さんでね、ちょっとね、尻尾が大きめです。はい。そうですね。木に住んでいる、そういうイメージです。はい。わかったでしょうかこちら。ね、リから始まる動物さん。正解は、リス。ね。 リスさんでした。はーい、分かったかな次いきます。こちらです。これはちょっとね、スイカメの画力の問題で難しいかもしれません。はい。るから始まる、こちらはですね、石になりますね。石の種類ですね。はい。るから始まる石の種類です。これはね、宝石と呼ばれるものの一つで、赤い色が特徴の宝石です。るから始まる種類になりますね。さあ、何でしょうか ね、これは、ルから始まる、しりとりでよく出てくるやつですって、思ってください。はい。こちら、正解いきますね。こちらは、ルビーね。ルビーでしたね。石です。ね。宝石の一つです。ねみんな本物見たことあるかなうん。次です。今度は、ね、レから始まる食べ物です。はい。レから始まる食べ物です。 さあ、何でしょうこれはですね、お野菜です。ね。そして、この穴が開いているのが特徴です。はい。こんな風にね、穴が開いてて、そうだな、輪切りにすることが多いのかな。そのままストン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 ,ストンって、掘ってくだって。<laughs> 切っていくとね、こんな可愛い形が出てくるんです。はい。で、またね、これ、泥の中で育つんですよ。うん。みんなよく食べますか えっと、もしかしたら、おせちとかの時には出てくるかもしれない。ね。はい。ということで、こちら、正解はレンコン。はい。レンコンさんでした。はい。お次です。最後ですね。こちらは、ロから始まるものですね。ロから始まる使うものになります。こちらね、火がついてない状態。そうですね。のものを言います。もともとです。 火をつけて使うと思ってください。はーい。さあ、何でしょうかこちらはですね、いろんな用途で使います。うーん、あのー、暗い時にね、明るくするために使ったり。あとは、今だ、今だと、誕生日のケーキの上にね、乗ってたりもしますね。はーい。さあ、わかったでしょうかこちら。正解は、ね、ろうそく。ね、ろうそくでした。みんなね、これ危ないものなんでね、 ね、親御さんにね、火をつけてもらうようにしてください。ね。あんまり一人で使うことはないでしょう。はい。ということでね、絵を当てるゲームやってみましたが、いかがだったでしょうか当たったかなスイカメチャンネルです。はい。それでは、今からこちらね、ラリルレルをなぞっていく、書き順をやっていきたいと思います。 はい。よく見ていてください。あ、そうそうそう。誰か書いてくれる人がいたらね、大きめに書いてもらってね、指でなぞるなんてのもやってみるといいかもしれません。はい。ではやっていきましょう。まずは、らですね。らはこの上の短い横棒の線から始まります。横棒の線は、左から入って、右の方へまっすぐな線ですね。はい。左から入って、右の方へまっすぐな線です。はい。ね、ここで止めます。 次は、この線と同じ方向に行く線ですね。ここから始まります。左。ちょっとここよりも、外側、ね、左側から始まります。ここから入って、まっすぐな線。そうですね。そして、ここよりもね、外側に、そう。右の方で、右の方まで行きます。はい。そして、ここは離さない角カク,カクポイントになりますので、ここから、ね、ちょっとカーブ、丸みを帯びた線が、左の方へと、ね、行きます。はい。こんな感じです。 もう一回行きますね。みえっ、ー、と、短い、ね、上の横棒から始まります。左から、まっすぐ、右へですね。少し右上がりでも大丈夫です。はい、次です。今度は、ここと同じような角度で書きたいです。ここよりも少し左側から入って、ここから、まっすぐな横の線。はい、そうですね。で、ここ、離さないで、そのまま下の方へね。左の下の方へ向かいます。ここは少し丸みを帯びた線になります。 はい。これが、らの書き方です。次です。はい。今度は、りですね。り。これはですね、ひらがなのり。そうです。ひらがなでも見ましたね。ほぼ一緒です。ほぼ一緒。もう。もうこれもね、一緒だと言っていいですね。はーい。見ていきましょう。今度はね、横横から始まったの今度縦縦ですね。はい。一つ目は、この左側のね、短い線から、さっきも短い線からでしたね。短い線から始まります。 はい。上から下です。ここね。上の方から下へまっすぐな。短い線。ね、下ろすだけです。はい。止めます。これだけです。上から下へスッと書くだけ。はい。そして二画目は、ここと同じ、もしくは少し上から始まるかな。左から、右へずれるだけですね。はい。右の上の方から、まっすぐ下ろしながら、少しずつ左のね、 方へと曲がっていく線。ね。こちらの二画目の方が長いです。これが D ですね。もう一回行きます。まずは短い線。上からね、左側、少し左ね、真ん中から左。ここから始まって、上から下へ下ろすだけ。短い線です。次は、でここの一番の始まったところよりも同じ場所、もしくは少し上から始まるといいかな。うん。ここから始まる、始まります。はい。 そして下,ろす下に下ろしながら少しずつね左の方へ曲がっていく長めの線ね1画目よりも2画目が長いこれが「り」の書き方になりますはい書けたかなねなぞれたでしょうか次です今度は「る」ですねこちらはい「る」もね「り」と似た字ですね上んかこの 上から下っていい感じですね。今度はですね、ルも真ん中から左から始まるんですが、さっき真下にそのまま下ろしましたね、短い線。今度はですね、少し左の方へ反れる線になります。ここから上から始まって下に。少し左の方へ行きます。こんな感じですね。シュッと。こういう感じになります。はい。そして二画目は、ここから右の方へね、行きます。これもさっきと同じように少し同じぐらいか、少し上から出てあげるとかっこいいかな。うん。 ここから始まって。これはさっきと違ってまっすぐ下ろします。ここまでまっすぐ下ろす。そうしたらここは離さずに、ここは右の上の方へシュッとね、少し丸みを帯びてシュッと払います。はい、こんな感じです。もう一回行きますね。まず真ん中より少し左側から始まる。ね。上から下に下ろしますが、少し左の方へ反れます。ね。 はい。そして今度は右の上の方、ここから始まる。ここのポイントとしては真横、もしくは少し上から入ってあげると、まあ見栄えがいいということですね。見やすいと。はい。まっすぐ下へ下ろします。ここは離しません。そして右の上の方に、バッとね、バッと上げてください。ここは少し緩やかなカーブになっている感じですね。シュッシュッという感じです。はい。るでした。なぞれたでしょうか。今度はね、れです。 もうこれはですね、るのこっち側と言っても過言ではない。<laughs> 過言ではない。こう、ほぼほぼこれとこれは一緒だよ。ね。少しここの開きがね、こっちの方があるかなって感じですね。はい、見てみましょう。これもね、真ん中より少し左側から入って、ここから始まります。下に下ろしますね。はい。まっすぐ下です。まっすぐ下。ここは離さないポイントですね。このまま、このまま右の上の方にシューッとね、少し丸みを帯びて、シュッと上げてあげる感じです。これだけです。 れ、ね。もう一回行きましょう。真ん中少し左側、この辺りから始まって、ね。下に下ろすまっすぐな線。ここは離さずに、ね。右の上の方に少し丸みを帯びて、シャッとね、払ってあげる。これが、れでございます。ここはね、カクカクしてるポイントになりますね。はい。今度最後です。ろですね。ろはですね、三角ありますね。さあ見ていきましょう。この、 四角のイメージですね。この四角って覚えとくといいかもしれません。さあでは書き方です。左、ね、真ん中より左側のこのね、ここの線から始まります。行きましょう。上から下。少し右の方にね、ね、斜めに入る感じですかね。もしくはまっすぐな線と思ってください。はい、ここで止めます。次です。今度は二画目はですね、一画目と同じ場所から始まります。ここはくっついて始まるポイントです。そして、 右の方へまっすぐな線もしくは少し右上がりですね。そしてここは離してはいけないポイント。そしてカクカクポイントになります。難しいですね。はい、そこから左の方へ少し入るかな。まっすぐな線となります。もしくは真下でも大丈夫です。ね。二画目、ここの一画目と同じところから始まって真横にまっすぐ。そして少しね。 内側、うん、左側に入る線、まっすぐとなっていて、ここ離さないポイント、角カク,カクポイントになります。最後です。最後は今度はですね、一画目の終わりのところ、ここから入ります。ここから始まって、真横にシャッとね、送ります。ただこれだけです。真横にまっすぐな線を書きます。この時に難しいのがですね、二画目の終わったところとくっつくことです。 一画目の終わりのところから始まって、くっついて始まって、二画目の終わりのところにくっつく。これが、ロの特徴ね。ね四角の形と思ってください。もう一回行きますね。一画目は左の上から始まって、少し右側にまっすぐな線ですね。はい、こんな感じです。止めます。今度二画目は、一画目のところと同じ場所から始まって、右の方へまっすぐです。はい。 そしてそこから離れず、カクカクポイントね。今度は左の方に少し入ってあげる感じですね。はい。で、ここの2画目の最後のところは、この1画目とほぼ同じ場所ですね。ここに下ろしてあげると良いでしょうね。はい。ほぼ同じ場所って言うと変だなほの。ほぼ同じこの辺、この横の線のところで下ろしてあげます。次です。3画目は、この1の終わりのところから始まりますそうです。そして、ね、真横に、 まっすぐな線を書くと、ここちょうど2画目の最後とぶつかるね、ポイントになっておりまして、どこも空いていないね、こんな感じになっています。はい、これがロの書き方でした。いかがでしょうかはい、では最後はこちら。スイカメね、書くの実践編です。見ていてください。ね、もし書けそうだったら何か紙に書いてみてね。 いきます。まずはこの横の短い線からですね、左の上の方から、真横にね、もしくは少し右上がり、ね、まっすぐな線です。はい。今度はこの始まったね、一画目の始まったとこよりも、少し左側から始まる。下に下がった左、この辺りですね、ここから始まって、少し長めに書いて、ここ離さない。離さずに左の方へ丸みを帯びた線。まあ、こんな感じですね。はい。こうなります。 らですね。もう一回行ってみましょう。少しね、上が長めに書いてしまったかな。はい。もう一回行きます。左の上の方から右の方へと、まっすぐな線。そして今度はここの、ちょい下、ちょい横、<laughs> ここですね。から始まって横まで行く。ここよりも少しね、右側の方へ行って離さず、ここからね、丸みを帯びて左の下の方へ行く線。こんな感じになっています。はい。 ちょっと書いてみようかな。これね。同じ長さで書くとちょっとね、不格好というか気持ちね、あの、うん。なんか、他の、ウォっていうのがあるんだけど、ウォに似てるから、ここがくっつくとウォになるんだけどね。こここういう感じで。もう書き順は全然違うんだけど、うん。こうなるので、 少しだけでいいので、らを書くときはね、上の線短くしてあげた方が、うん、わかりやすいかなと思います。はい、次行きます。ね、ちょっと補足でした。今度はり。りですね、リスさんのりを書いていきます。よいしょ。はい、りはですね、真ん中少し左側から始まります。ここですね。 上から下へまっすぐ下ろすだけ短い線。ね。いいですね。今度はこの場所からね、右側にずれて、同じ場所もしくは少し上から書いてあげましょう。こういう感じですね。よいしょ。ね。まっすぐ下ろしながら少し左に曲がります。なんかちょっと細い線になっちゃったね。ごめん。はい、こんな感じです。またですね、りはね、ここがね、あんまり開かない方がいいですね。ちょっと書いてみようか。あ、もう一回、まず、まずちゃんと書くね。 はい。真ん中、少し左側から始まる、短い線ね。まっすぐな線です。ここから、少し右に行って、ちょっと上から始まるかな。まっすぐ下ろしながら、左の方にずれる、これがりになります。これね、ちょっと開けすぎるとね、ソっていうカタカナに似てるので、あんまりね、ここを離さない方がいいかもしれません。ここね、開いちゃうと別の字に見えます。またですね、近すぎてもね、変にはならないかな。うん。近いぐらいでもいいかもしれない。という感じです。 そう。離れるぐらいなら、ちょっと近いぐらいの方がいいかもしれません。はい。ちょっとわかりにくいから、ごめんね。こんな感じになっておりました。次です。今度はるですね。縦、縦から始まるやつです。ああ、ごめん。縦、縦から始まるやつです。るいきましょう。はい、こちらですね。真ん中少し左側から始まります。ね。はい。今度はまっすぐではなく、少し左にそれる。こんな感じ。 そしてまたここから横にずれて少し上から始まるといいかな。はい。この辺ですかね。そして、ここで、まっすぐな線を書いたらここで止めて、ここは離さないですね。離さず右の上に、えいやと、えいやと思い切ってね、丸みを満たせ、キャッとね、上がってみてください。はい。こんな感じでした。るですね。よいしょ。これもですね、離れすぎると別の字に見えるので、少し気持ちね、あの、 なんだ狭めてあげるといいかもしれません。真ん中少し左から始まります。左の方に少しずれますね。はい。ここから少し、右にずれて、そのままではなく少し上から入るといいでしょう。下にそのまま下ろします。そして右の方に、えいやっと上がると。えいやっと上がる。ね。これがもし離れるとどうなるのかっていう話なんですけど、これとこれが別の字として認識、うん、見えてしまうんです。のとね、れで,です。 見て。話すとーではなくなってのっていうカタカナと、ね、れっていうカタカナに見えちゃうんですよ。わかりますかなので、ここはね、少しね、近す、近すぎることはないんですけど、近、もうこれだと近すぎるね。うん。近めに書いてあげた方がるとしてはわかりやすいかなという感じです。離れるとね、別の字に見えるので、要注意です。はい、次行きましょう。今度はラリル、られる 今度は、そうです。先ほど言いました。レですね。レ。この字に見えてしまうと言っていた。レですね。では、真ん中少し左、ね、左の上から始まります。ここからまっすぐ下ろしますね。はい。まっすぐになってないねこれね。まっすぐ直線です。そしてここで、えー、離さない。ね、離さずに先ほどの勢い思い出してください。右の上の方に、パッと。こんな感じです。レ。ね。少し短くてもいいかも。上がるときに。はい、もう一回行きまーす。 すっと。こんな感じですね。縦に書いたら離さず右の上。縦に書いたら離さず右の上。縦に書いたら離さず右の上。こんな感じですね。もうどれも例に見えるんじゃないかな。あんまり長すぎると、うん。まあ、長すぎると、そうですね。なんか、あの、こういう、こういうマークに見えてしまうかもしれないので。書くときは、そうね。上がりすぎない。こここれ以上上がっちゃうとダメだな。 ここの真ん中、真ん中まで行くか行かないかぐらい、この辺りだね。ここを狙うといいでしょう。はい。いきます。もう一回。真ん中少し左から入って、まっすぐ下ろして、離さず。ね。右の上の方に狙う。ね。こんな感じです。レ、ね。レでございます。はい、最後です。少々お待ちください。はい、最後こちら、ロですね。いきます。 ロはね、くっつくポイントがたくさんあるので、難しいですね。まずは左の上から、ま、まっすぐというより少し右側に入るかな。こんな感じです。ね、直線ではあります。まっすぐな線ではあります。はい。そしてここね、同じ場所から始まります。そして横、ね、真横、もしくは少し右上ですね。ここ離さずに、またね、少し中側に、うん、左側に入っていく。こうです。で、こことここがね、高さが同じぐらいになってください。そうです。なぜなら、ここの、 最後のところから真横に行った時に、ああクロスしてしまった。ここがね、ぶつかってちょうどいい位置になってくれるとね、いいんですけどね。はい、こんな感じです。突き出す、突き出すになってしまわないように要注意ですね。ちょっと、今、ダメなバージョンをかけました。消し。<laughs> ね。これがですね、こうクロスしてはね、ダメなんですね。ここ、要注意ですね。くっつく、くっつく、という風にね、練習してみてください。はい、もう一回行きましょう。 左の上の方から始まって、少し右のね、内側に入ります。今度は一番初め、一画目と同じ場所から行って、少し右上がりもしくは、真横ですね。まっすぐな線。離さずに、また、これもね、内側に入ってくる線になりますね。はい。内側、少し左側って感じでね。直線、直線、直線だと思ってください。まっすぐな線が。全部まっすぐな線です。そして、今度はここね、一画目の終わったところから、二画目の終わったところまでまっすぐバッ ね、こんな感じ。あ、これだったらいいでしょう。ね。こういう感じでね。はい、はい、はい、はい。ね。どこも空いておりません。ね。こことここはくっつくポイント。難しいところになります。はい。もう手いこうかな。ね。ロって意外と難しいんですね。はい。まっすぐバージョンでいこうか。まっすぐ、ただまっすぐ下に。でまっすぐ横に。まっすぐ下に。ね、まっすぐ,ぐ,、ね、ぐ横に。まあ、これでもよ、大丈夫だとは思う。ロ。 ただ、何がダメかっていうと、四角っていうものが出た時に、ロっていうのと四角をね、まあね、こうね、あ、ちょっと出ちゃったんだけど、まあ、ちょ、ちょっと、えー、見分けるためうん。気持ちね、ちょっと、このロカタカナ書く場合は少し内側に入ってあげた方が分かりやすいかなうん、ね。四角になっちゃうんでね。気持ち。気持ちって感じです。はい、ということで、 終わりましたが、いかがだったでしょうかうん。書けましたでしょうかね、ラリルレロでございました。皆さんぜひね、言ってみたり、ね、なぞってみたり、練習してみてください。はい、ということで今回は以上です。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。お疲れ様でした。よろしかったらまた別の動画でお会いしましょう。バイ 最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは別の動画でお会いしましょう。バハーイ。